俺と健太の特別なんかやめてけみたいな感じ、逆に警察ささやきちょっとかわいそうね、すごい真面目にいいからね、うん、そういう時代じゃない、おにぎりは塩にぎりに限るよ。めっちゃ分からるもん。最近やばいから。入れない。すごいうるさい。めっちゃ響いてるし。入れない。久しぶりだね。久しぶり。カメラに登場中の久々だな。いやそうそう。まあ、視聴者の人は知ってるとは思うんですけど、まあもう最近ちょっと知らんのかな。いつ出た最近。今年の初めぐらい、1月とか2月なんかみんなで一緒に飯食った時になんかおって、いろいろ酔っ払ってみんなで飲んどって、なんか喧嘩になって本当に18期から知ってるもんね、分からんよね、多分ね、そのこの空気がそう、分からんよね、そうそう、なんでタメ口なの、俺も知り合いとか言われるよ、なんでタメ口ってタメ口だからじゃない、いや俺も知り合いに言われるんだよ、なんで豊かって、豊かくんって視聴者じゃないけど、俺の友達ね、それとかいや、買っちゃうの身内なの、みたいな、別に身内じゃないよ、でもまあ言い方変えたら身内みたいな、うん、今は俺もなんか会社でやってすぐじゃん、求人の場合初めてです、そう初めてだったで、まあ、そっから知り合って働いて18だろ、20歳、20歳か、そう成人式で行ってたから、まあ、独立してるんだよ、そうだよな、でもなんか、まあ、飛び職やってるけど、まあ、塗装屋やるみたいな、 その時期だな、なんか俺と健太の特別なんかやめていけみたいな感じ、逆にそのや自信持ってやってみる、なんか困ったら仕事用意したら一回自分の顔でやってみるって、なんか自分たち頑張ってもう手放そうとしちゃった、手放そうめちゃくちゃいい男だもん、そうだからそこですごいなっていう、うん、そうだな、そういうことな、そうでもトビやっとったやってなかった、やっとったケイタもやらない、ヨナ連れてやってなって一緒に、で一応下におったの、俺はいなかったじゃん、俺は多分あの竹に、竹に。そう、そう。まあ、時代も変わったじゃん。そうそうそう。めちゃくちゃ忙しいから、まあ、そんな二十歳で独立でって言うかもしれないけど、うん、まあ、言い方変えや。これ、そんな音なる？奇跡のな、俺からちょっとしたらさ、ちょっともう、あ、もうちょっと奥のやつ吸いたいなと思って、こうやって、思ったよりやわ。思ったわ。タイミング最強だった今。え、パーパーって。お前そうだ、あ、そうそう、時代が良かったもんね。なあ、そんな二十歳そこそこ何って言って。まあ、周りもそれを認めてくれて、元請け探しもな。うん、やってみってなって、実際にそれが、まあ、うまくいったし、で、YouTube でできれて、で仕事もなんかうちに借りたり貸したりみたいな感じの、うん、貸してもらったり、うん、関係で続いておる、うん、そのたんびになんか伊沢さんかっこいい社長だねみたいな一回バカのこいつの女になんかハゲとかやるしまあでもハゲは間違いないよねちょっと手紙とかさ手袋っぽいって思われてるけど俺ちょっと電話でちょっと変わってるからもしもしてこれいいじゃんあハゲなんか電話一緒に飲んでてとかじゃなくて違う電話でそんな感じだったお前のお前に言ったのかあハゲって言ったのか俺に言ったのかわからないいや勝ちにで俺がああいうキャラの動画の中の俺だと思ってそういうことちょお前やめとんかこらって言って俺あそこで切れるちょっと切れるやそれ、まあ、それだっていきなりお前がさ一緒に飲んどってならまだしもねそうそうそうノリでいけたけど、うん、ちょ本当に鬱陶しい感じがハゲうっすらハゲそれは私ですか。そうだ、俺がごめんみたいになると思ったんじゃない。乗りんのでこいつ。だから絶対お前そんなもんお前が言ってる決まっとるやん。裏でハゲ呼びしてるんだ。ハゲ呼びっていうか、あれはやらせじゃなくて本当は俺も間違えちゃったからあいつはあみたいな感じで。そういうことね。強気で。それしかねえだろって言って俺は運動も怒ったんだな。今はどうなの仕事は。いい感じに。あのおかげさまで。いやそれとまた別で、うん、また、ね、何人とも。でうちに来てたらそうなんだ。飛ぶなこいつもの。飛ぶなってかもう本当ダメだなと思うの。本当にあの視聴者が想像を超えるぐらいのクソとあれ。100人ぐらい使っていて。今結構仕事は取って大きい仕事やってるの。仕事。で下請けを取ってやったのか。とか手伝いに来てもらったりとか、うん、だねが多い。じゃないとできんね。いや俺もニッチの話しとったと思うけど、今そういう時代じゃない。従業員、社員抱えるよりも、うち塗装職人ってそうなんだわ。うん、全部一人だけど、だけどみんなやっぱそこまでできるじゃん。うん、まあね。うちなんかも特に常駐だもんさ、
給料だったら1万5000だとしても、今1万5000でいい子いないもん、給料やってるやつ。まあ確かに確かに。ご覧でしょうね。そこに社会保障ってなし、どんなもん来てるんだろう。ね。1人100万ぐらいだったら100万かかる。ね。そうね。でも、俺それは本当に思うね。まあ、半分は払えたし、50万を損金として、10になるときは500万だよな、それで。俺はその仕事が好きで自分たちだけでやりたいなっていうね。でもその例えばお前の中でミッチとか身内みたいな感じで、うんうん、そうね、そういう意味でなんか仲間が好きで、俺もなんか塗装の一人親方とか2、3人とかしてうちなんか乗り換え道場自社施工って言ったんだけど、うん、それなのにって言ったらもう営業よりも古いやつばっかりだね。まあショーとか古いじゃん、15年とかおるわけじゃん。でも14年とかおるやつ何人もおる。でも一人親方で責任施工だから、まあ、現場行くなんていう感じでやってるけど、ずーっとうちの仕事しかしてないから何もあるな。でも塗装職人も俺も何百人使って、やっぱ責任施工じゃない無理だもん、こうやってなんか。まあそうだね。現場行って、ファレフって言ってましたよ、ね、確かに。雨の暇だったら倉庫で掃除してとか、そんなことばっかりやってたら、お客さんからそんだけもらえんじゃん。お金も生まれてくるし、生まれていくもんじゃん。で絶対やっぱり人気だったら、うん、タラタラしちゃうじゃん。現場もそうじゃん。あっしだったら予算があって、そうだよ、5人で10日で終わりやすいやつなんとか、うん、必死で人形もなんか上手に削ったりな、こういうのやったりああいうのやったりして、この場で収めて儲かるみたいな業界じゃん、うん、それがじゃあみんな給料でそれに働きするの、できんの、できんでしょ。こいてないんだけど、こいてないんだけど、そんな平行いたって急にやばいし、撮影中にしかもこいたらやばいでしょ、ミオ。相当やばいやつだよ、ミオ。本当に言ってない、言ったの。お腹が鳴ってるわ。めちゃめちゃシリアスだったよ、お前。しかも、じゃあ、ミオも今自分で感じたの。あ、お腹鳴ったなって思って。お腹鳴った。まあ、ええわ。そんな真似せんくて。おにぎりは塩おにぎりに限るよ。めっちゃお腹鳴るもん。最近やばいから。あ、最近やばいから。なんでお腹が、うん、調子もいいから。ストレスか。調子がいいの悪いの。いいから。あ、彼氏とうまくいってんの。でも別に普通、ぼちぼち。アバス普通。アバス普通。アバス普通。アバスは。その真似は何なのマジで。そう。まあ本当ね、まあ豊かとそういう中で、まあ今日久々に動画撮りましたけど、はい、まだ6じゃん。そうから、はい、もう本当人生初ぐらいじゃん、お前2人の。初ではないけど、じゃあ働いてる。ああ、うん、終わってから終わって初だよな。従業員の時はまあ、ね、初面接以来の、面接以来面接で飯食った以来500円落としてそうそうそう、ずっと懐中電灯探しとった500円だね。そうだね、もうそれからだな。はい、いや皆さん、なんか何の話だったかよくわからんかもしれないけど慣れそう慣れそう慣れそう、なんだろう、まあ業界の話かどうかわからんですけど、特定技能実習生のビジネスやってて、そこはもう本当に理事っていうのを立てて、俺は何言った、理事長か、理事長と理事かで立てて、まあ、今それが軌道乗り始めて特定技能とかいろいろやっとんだけど、第3土曜日にあのオンラインのセミナーやってるので、まあ、こういうどういう仕組みだとかお金がどうだよとかそういうのもやってますので、ぜひ興味ある人は聞いてください。で一応あるのちょっと面白いこと考えたのは、足場材とか持ってて、もう向こうで職人として育ててから建設業特化型実習生、ね、めちゃかっこいい、普通に来てから、なるほどなるほど、教えなかったじゃん、向こうで修行させる、全部と思って、教える人も向こうで育てる、でトシ君とか俺がもう行って、その先生も育てる、でそれもその向こうの会社とコラボして俺ら教えてあるもんで、いい人材を作れよお前らなんて、でそこを今向こうとガンガンやって、いい人材が集まらんかったら、うん、いい人材育てりゃいいじゃん、で一応材料とか持ってって、うん、やり方とか材料名とか教えるし、それすごいね、それやったらすごいんだ、うん、ぜひ実習生の方もまた聞いたり、あの興味持ったら連絡ください、はい、あと足場資材の購入をしてますんで、はい、ぜひそちらの連絡もよろしくお願いいたします、はい、はい、皆さんチャンネル登録いいねよろしくお願いします、また見てね
最近コメントできてたよ。恥ずかしいのか絶対カメラ見ないよ。女子確かにねって。